トランスワールド航空800便墜落事故は、1996年にアメリカのトランスワールド航空のボーイング747が爆発による空中分解によって墜落した航空事故である。事故当時はアトランタオリンピック開幕を2日後に控えていたため、それを妨害するために引き起こされた航空テロでは、ないかとする説が真実味を持って報道されたが、その後の事故調査によって、 電気配線がショートして発生した火花が燃料タンクに残留した気化ガスに引火して爆発したことが判明しテロ説は否定された。事故調査報告書による800便最後のフライトパス1996年7月17日午後8時19分アメリカのニューヨークジョンカイケネディ国際空港からフランスのパリシャルルド・ゴール国際空港を経由してイタリアのローマ フィウミチーの空港業へ向かうパランスワールド航空800便が離陸して12分後にニューヨーク州ロングアイランドのイーストハンプトン沖で15000フィートを上昇中に空中爆発し大西洋に墜落した。近くを飛行中のイーストインド航空507便の目前で起こったためすぐに完成に連絡が入った。爆発の直後に機体底部に巨大な穴が開き、 そこから亀裂が機体を一周して、2階を含む機体前方が切り離されて、乗客を乗せたまま落下した。機体後部は操縦席を失い十数秒間急上昇し続け、エンジンが停止してから降下し始めた。落下中に左翼が分離して、海に墜落した。この事故で、乗員18名、乗客212名、計230名全員が死亡した。 TWA800 便の残骸。機体の再現のため、つなぎ合わされている。事故の目撃者の証言が記述されたレポート。黒く塗りつぶされている部分は、個人情報などが記載されている。当初は2日後から開催される、予定のアトランタオリンピックを狙ったテロが疑われた。事実、事件発生直後に、サウジアラビアの新聞社に、イスラム原理主義勢力と名乗るものから、 TWA 機を爆破したとの犯行声明が送りつけられた。墜落した TWA 機の残骸から TNT 火薬の爆発による焼炎反応が検出されたとの発表もあったため、連邦捜査局も捜査に乗り出した。また、死体空ミサイルの鉱石と帽子も物が事故機に向かって伸びていたという複数の証言があったり、それらしき写真が2枚撮影されたりした。事故機は、 ニューヨークに到着する前に数々の航空テロの舞台となり、セキュリティが甘いとされたギリシャのアテネにいた。この被事故機はアテネからの881便として午後4時31分にジョンカイケネディ国際空港に着陸していた。また過去に TWA は爆破テロを経験していたこともあり、事故当初は海上からの攻撃もしくは機体に仕掛けられた。 爆弾によって墜落したと言われていた。NTSB が作成した800便の爆発後の奇跡の CEG また事故時にニューヨーク周辺で訓練を行っていたアメリカ海軍の軍艦や軍用機による誤射も疑われた。これに関して FBI が大規模な捜査を実施し、事故時に周辺にいた全ての軍用機、軍艦、潜水艦を細かく調査した。結果は 事故時には確かに訓練を行っていたものの、最も近くで訓練していた軍艦でも800便から数十キロメートル離れており、撃墜が不可能な場所にいたというものであった。よってこの説はありえないことと結論付けられた。機体の残骸は北東方向に全長7.5キロメートル、全幅6.5キロメートルの範囲の海中に落下していたが、国家運輸安全委員会による、 徹底的な残骸の回収が10ヶ月以上行われ、最終的には機体の残骸の95%が回収された。それらの残骸は、格納庫の中に主要構造物の内ち翼中央部と中央胴体部分が3次元モックアップで組み立てられるなど、アメリカの航空事故史上類を見ないほどの時間と労力と費用が投入され、様々な分野の専門家による調査が行われた。 その結果、2000年8月23日に、事故原因は飛行中に燃料タンクそばにある電気配線がショートし、その高電圧が燃料タンク管システムに接続している電気回路を通じてタンク内にかかり、中央燃料タンク内の気化していた燃料に引火して爆発したと断定された。また、撃墜の裏付けとされた2枚の写真のうちの1枚は800便とは、 違う方向に飛行する別機のものであり、もう一枚はレンズについた汚れであることが判明した。事故調査報告書によれば、事故当時の中央燃料タンクしか残っておらず、燃料が気化しやすい状況にあった。事故機のパリへの出発予定時刻は午後7時であったが、搭乗客の人数と搭載種荷物の数が一致せず、確認作業のために出発が大幅に遅れていた。 当日は真夏であったので、そのままエアコンをフル稼働していたが、この空調装置が中央燃料タンクの真下にあったので、タンク内の燃料が温められ気化し、空気と混合して燃焼しやすい状態になっていた。このままでは発火源がないので着火しないが、電気回線のショートが引き金を引いたと推定された。また、当初は燃料が引火してもタンク外兵器を破壊できないと、 言われたが、後の再現実験で、タンク外壁を破壊するのに必要な3倍のエネルギーがかかっていたことも明らかになった。燃料測定器のプローブに外部のショートで生じた過大な電圧がかかり、タンク内の気化した燃料を発火させたとされた。事故機は製造後25年を経た経年機であり、電気配線の腐食がショートの直接の原因とされた。そのため、 メーカーに対し事故再発防止策としてタンクの回収やメンテナンスの強化が勧告された。サウジアラビアの新聞社に送りつけられた犯行声明はいたずらの可能性が高いとされている。TWA 機残害から検出された TNT 火薬の消炎反応については当該の TWA 機で事故発生の3日前に行われた爆発物捜索訓練において実際に機内に TNT 火薬を仕掛けた際付着した残留物とされている。この事故の原因については、直前にレーダー上で同期に向かう飛行物体が確認されたこともあり、アメリカに敵対しているイスラム過激派によるテロのほか、アメリカ海軍の原子力潜水艦によるミサイル誤射やアラスカの軍事施設ハープの実験など諸説が唱えられていたが、いずれも陰謀論の類いであると言える。 テロリストによる爆破説については爆発物が機内で炸裂した時に残されるであろう。金属片や爆発跡といった証拠が機体の残骸から全く発見されなかったためにすぐに尻避けられた。ハープとは大出力の高周波を電離層に照射する実験であったが、高周波によっていかにして数千キロメートル離れた場所を飛んでいる航空機が墜落するか、 またなぜ、トランスワールド航空機だけが墜落したかの合理的な説明は存在しない。地対空ミサイルで撃墜された説の反論として、現在の地対空ミサイルは、熱間地誘導システムを持っているため、旅客機を狙った場合には、主翼のエンジン、もしくは、機体尾部の補助動力排気口に、ミサイルが命中しているはずだとされている。また対空ミサイルには、 熱感知型のものの他に、レーダーにより、目標に誘導されるものもあるが、アメリカ軍により、誤射されたとするなら、アメリカ軍の装備している、レーダー誘導式の対空ミサイルは、感染発射型、地上発射型、それに航空機発射型ともにどれも、大きく中型のミサイルであるために、機体の破壊状況と合致しない。また、対空ミサイルは、基本的に、近接進艦という、 目標を直撃せずに、至近距離で炸裂してその破片により、目標を破壊する方式の弾頭を装備しているため、なおのこと本事故のような破壊から墜落の状況になるとは考えられない。さらに、アメリカ海軍の装備する潜水艦は、艦隊空ミサイルを装備していないため、800便を撃墜できるはずがなく、アメリカ海軍の原子力潜水艦による、 ミサイル誤射説は陰謀論以外の何者でもないと言える。また NTSB が結論した原因とは別の要因で墜落したと主張するサイトがアメリカにはあると言う。これはアメリカ北東部で多くの流星が観測されていたためであるが報告書によれば航空機に隕石が衝突する確率を5万9000年から7万7000年に1回としており可能性は 極めて小さいとしている。2013年に本事故を担当した NTSB の元調査官が調査報告書にまとめられた事故原因は嘘であり政府によるもみ消しが図られたと証言したがこれを裏付ける証拠や真の原因については述べられていない。事故後トランスワールド航空は被害を最小限に抑えようとトランスワールド航空の副社長は責任はないはずだと述べた。 その後、事故発生前から経営不振に陥っていたトランスワールド航空は事故の影響でますます経営が悪化し2001年春にアメリカン航空に吸収合併され消滅した。ありがとうございます。